わしの宿へようこそ、お客人。皆様こんにちは。ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところで、いやータイ旅行から帰ってきたんですけれどもですね、頭結構ポワポワしてるんですが、そんな中でもやっぱり今度動画アップロードするっていうこの日課はね、こなしていかなくちゃいけないんじゃないのかなというふうに思いまして、タイに行ってる間長らく、まあ3日間ほどですが、ハースストーンプレイできていなかったんですが、遅ればせながら2017年1月シーズンレジェンドになりましたんでね、報酬をいただいていきましょう。まあもらえる報酬はランク5の報酬と変わらないんですが、まあでもレジェンドだったら色つけてくれるんじゃないんですか、神も。うん、あ、こっちだ。開けていきましょう、神。いやでもね、これあのゴールデンエピックは確実に出るんですよ。で自分の予想としてはね、あのドラゴンファイアポーション、これのゴールドがね出るんじゃないか。まずは奮起、そしておお、でもいいじゃないですか、ブラストクリスタルポーション。これは今レノウォールックに必須のカードですよね。ライトスパーン、まあ使わないでしょう。遠見、なんだこれ。あー、グライミーグーンズかっこいいですけどもね、遠剣って言うんですかねこれ。まあどっちもいいや、どうせ使わないですよ。コントロールシャーマンなんか生きてるうちに使うことありますまい。さあもらったボーナスタワー25、これをデフォルトの状態に加算すると、まずは16ランクからストラートであります。そしてクエストが3つ。そりゃそうですよ、3日間プレイできてなかったですからね。なんでプレイできてなかったか、タイにいたからじゃないです。タイからでも多分プレイすることはできるんですが、やっぱりこのね、開封シーンを動画に収めたいっていうもの、動画投稿した魂ですよ。パラディンカ、ウォリアー、暗黒の魂、とりあえずこれは変えましょうか。ムルアグルアー、はい、というところで、まあそうですね、2017年2月度に関しましては、まあ、1月度ドラプリでレジェンドになりましたので、まあ違うデッキを使ってレジェンドを目指したいなというふうに思っておりまして、現在組んだのがレノメージ。ただし持っていないカードが非常に多いためですね、そこを持っているカードで補填しての、デッキとなっております。例えば、ハイナソウルキャスターとか、あとカバル教団の魔導書とかっていうところですかね。でそれを変えたの何でしたっけね。まあいろいろ入れてみたんですが、まああんまり強くなく、まあでもイセリアルの召喚師はありなのかなっていう感じですよね。はい、そしてもう一つは、まあ、ミラクルローグと、これはもうね、世間的に載っているデッキレシピからなかなか変えようがないというか、まあローグにしろメイジにしろあんまりプレイ経験がないので、まあこれ以上やりようはないのかなって感じなんですが、ただねどっちもやっぱり慣れてないと本当に難しいデッキなので、まああんまり勝率良くなかったですね。最終的にレジェンド1500位ぐらいまで落ちちゃって、かなり負け越しちゃいましたね。まあでも練習としては良かったのかなっていうふうに思ってますから、まあ、今季ちょっと骨を使うか、まあ、もしくは別のデッキを使って頑張っていきたいなというふうに思っております。この2つのデッキを組めた要因としては、まあ、長らくね作ることを拒んでいたんですが、海賊パッチーズ、それからカザカスをね作ったからで、アリアンス、あ間違えて触っちゃった、まあいいや。まあやっぱりそれでまだマソは6800ありますから、まあこのままやっていきましょう。さあ今回なんですけれども、ランクマッチをやっていこうかなというふうに思ったんですが、今見たら酒場の喧嘩ありますからね、そういやそんな曜日だったような気がするんで、喧嘩やっていきましょうか。殴り合い、空、あクリスマス当日祭の贈り物、ファーザーウィンターが戦場にプレゼント箱をばらまいているぞ。敵の陣地あるいは自分の陣地の箱を壊して贈り物を手に入れよう。これなんか似たようなこと去年もやりませんでしたっけ、一昨年かな。ちょっとあんまり覚えてないですけど、ヒーローパワーが変わるとかじゃなかったかな。ちょっとクエスト見ていきましょう。マーロックカード、ウォーロック、まあウォーロックでしょうね、間違えた。
どんなデッキがいいんだろう。でもウォーロックのヒーローパワーがあんまり生きないですよね。じゃあとりあえずズーにでもしてみましょうか。ズーあんまり組んだことないですけどね。あれこんなんいらない、もしかして。まあとりあえず適当に組んでみますか。ラファーム、ちょっとディスカード感出してるんですけど、ちょっとレシピが全然わからないな。ディスカード、あそうか、これ入れないためか。インパクトっていうかもうカードないんですけど、もういいや、じゃあこれでいきましょう。すげえ適当。デッキが適当すぎる。だ内容がちょっとわからないので、まあとりあえず何でもいいからプレイはしてみましょう。まあ、それによって、まあ、敗北してもデメリットはありませんし、内容がわかればそれに沿ったデッキを組めばいいだけの話。夢のまた夢。いや大旅行よかったな、すごい良かった。食べ物も美味しかったし、人がやっぱ優しかったですね。タイ、東南アジアの中でも屈指のいい国であるということはもう明白であるという感じですかね。おすすめです。お、当たりか外れか。あ、でもこれコイン使って1ターン目からもうサキュバスとか出しちゃってもいいのかもしれませんよね。43とか言ってプリースト終わりなんじゃないですか。当時祭おめでとう、当時祭を祝おう、違うし、あれ当時祭を祝おうじゃないんだ。なるほどね、壊せば何かが手に入る。これはもう1ターン目から出していきましょう。なずれー、これでも贈り物壊してるだけでもう勝てるんじゃないですか。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。買うのか売るのか。おお、仲良く遊びなさい。はい、おおすげえこれ。メッカ、いやカバルっしょこの序盤。ちょ、もう勝ったんじゃないですか。正直43を倒す術はプリストにはないですよ。買うのか売るのか、なんならこのね贈り物をカバラでもらってみたいな、そんなこともできますからね。見て、もう相手のまた切れてんじゃん。シャエゲッピーロボ、おお、あ、プリーストのねものをもらえるんだ。じゃあいただきます。迷うことなくさまよう者もいるのか。みんなにプレゼントだ。みんなにプレゼントだ。これは攻撃力4のミニオンを早めに入れた方がいいというルールなんですね。まずはやっ、待て、あ無理か、2点か、2倍になるだけか。こうなる、リーサルないですよね。リーサルはないですよね。なんか一見ありそうですけど、ある、ちょっと待って15足す、まだないか。こうなることは分かってる。マジか。まあいいや、ご主人様のお望み。いただきやす、強っ。どうしよっかな、どうしようかな。
でベレンを連打したら面白そうだしな。買うのか、売るのか、うわどうしよう、いらないな。なんと楽しいんだろう。よく相手の方これ投了しませんよね。地獄じゃないのかな。あ、やばい、うちのエースが。今宵の出し物、ちゃん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 。フロストロフ、へえ、あー確かにシナジーありますね。こうなることは分かっていた。シャイ、おお、ラザもいいですけどね。まあ堀の場でしょうね。じゃあ回復するもんな。となれば出して、出して、8ダメージ、すごいな。えい、ペンペレレ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 。なぜヒーローパン変えるのか。おお、すごい、ヒーローパン4点いく。これすごいぞ。でもアグロ系が強そうですけどもね。うん、あ、嬉しいもの。買うのか、売るのか。あれ、ヒーローパー使えばよかったんじゃないですかこれ。もうどうでもいいや。じゃあ行きましょう。あ、あ、ありがとう。迷うことなく、さまようものもいる。こうなることは分かっている。絶対ちゃんとやってればリーサルもうすでに3000年前に起きてますよね。いやー、これでも最初に箱開けたもの勝ちですからね。あ、我がベレン軍が箱を割られた。やめろ、最低だぞこのヌストメ。当時祭の贈り物をあげる気はなかったのに。とりあえずですね、もうリーサルなんですが、あのオーロクのカードをどんどん消化していきたいので。なんかちょっと BM 感あるんですけど、そういうつもりじゃないですからね。オーロクのクエストをクリアするためにウォーロクカードいっぱい使ったんですからね。 BM じゃないですからね。ほら、これで9個ゲットしましたからね。マーロックカードもムルワグルワグラ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 っていうね、ところもありましたが、じゃもう1戦ぐらいやっていきましょうか、せっかくですから。あれ、これどうやって捨てるんだ。あ、これか。早い段階から攻撃力4を出せばこっちの方が有利になりますれば。あんまりそういうのいませんよね。いや、むしろやっぱウォーロックありだったような気がしますよ。うん、あとはローグかな多分。かなり前のめりなローグにすれば結構いいと思いますよね。今流行りのミラクルローグの前のめりバージョンみたいな。かなりありじゃないか。てか1ターン目高校でディファイアスの親方出せば勝ちですからね。どう見てもこれタートルズですよね。翡翠の鎌刀。
ジェロジェロアクションレルパー。いやもうエドウィンとかじゃないでしょこれ。絶対箱開けてった方が強いからな。どうしよっかな。ありがとうよ。ボロ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 。アサシンブレード弱いな。血の底で出くわすのなんて誰だこいつ。ガリウィックス。こんなもんかな。でパッチ2をちょっと引っ張っていきましょうか。あでもエサゾンビとかいいっすね。あとはかなり前、あ突っ込んでって戦うウジ虫、調剤師、よしこれでいきましょう。ちょっと前のめすぎるかもしれませんね。もう少し、まあでも箱開けたもんの勝ちですから。高いミニオンは相手からの贈り物をいただいていきましょう。当時祭を祝おう。バリーラゲーラゲーラッシュ背中に気をつけて。背の際つけろ。1ターン目に武器つけて2ターン目に血しどくと違うか。1ターン目バッカニア出して血しどくいらんかな。よっしゃー。もしバッカニアやられたとしても全体1点とかじゃなければ次のターンに必ず箱を開けれると。ヨシマバッカニア生き残ったらもうプリプリプリーですからね。おじさんおめでとう。ウィッチレスハロウィン、ウィッチレスハロウィン、ハロウィン、パッパー。やっべーの来た。どうしよっかな。これ後手に回るしかないのかな。あこうなるとホイのホイかチンピラメやっちまおうぜ。ウィッシュスハロウィン、ウィッシュスハロウィン、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 ハロウィン。もうほら相手の方キレっちまってますからね。だよこれみたいな。ドイツをやるか。これね無言のガロッシュの顔がちょっと怖いですよね。ああれもしかして意識がなくなりましたか。どうしたのか。相手の方なぜこの敗北宣言を押せない。そんなことだから、そんなことだから夢のまた夢。もう一試合いきましょうか。これじゃあちょっと戦った気がしませんからね。夢のまた夢。これ苗落ちした場合はですね顔殴らないと先進まないんですよね。いたのね。もう一戦もう一戦。おびえてやがるぜこのモビルスーツはよ。なんか臆病な鉄砲玉とかいうミニオンいませんでしたっけ。あれ出てきた時すげえ好きなんですよね。とか言うんですよね。
アンドウィン。光が勝利をもたらさんこと。背中に気をつけて。これはいらない、いらない、いらない、いる。チンピラめ、やっちまおうぜ。しゃあ、ほうほうほう、当時祭おめでとう。さあ来い。プリストなんかさっきから多いですけど、絶対プリストありえないですよね。ありえるのかな。あ、箱を強くしちゃうみたいな、88ぐらいにしちゃうみたいな、そういうのもあるのか。どうなんでしょうね。決断しなくては。はい、決断をしなくては。やめろ。ひどいもんだ。シャイ、なるほどね。やはり来るのは君か。ここらは俺らの縄張りだ。やっちまおう。踊るぜ。俺が好きな魔法人パイ。まあこっちですかね。弱いなぁ、シャルドボクサー。いつもシャドボクシー、汗まみれ、雲の巣を振り払うように。ちょ、さっきまで寝てたんで声出ませんね。負けるのが怖くない、ちょっと逃げ腰になる日が来ることに怯えてるけど。おしゃれだな。お互い箱を開け合っていくっていう腹ですな。あ、どっちも箱がなくなっちゃうんだ。あ、そりゃすごいぜ。タンゴはどう？え、すごい。これ混乱とはこれまた天才的な荒技ですね。断末魔だからか。え、向こうは断末魔発動するんだ。そうなんだ、すごいな。攻略してる。うわ、攻略してるな。あれ、ディバイス親方も出せないんですけど。やべえ、箱開けられまくってる。うー、お見事もお見事ですよ。お見事です。ねえ、箱開けられないんだけど。はあ、今自分で腹先で開けちゃえばよかったんだ。失敗失敗。これやばくない？踊るぜ。開けよう開けよう。二人とも仲良く遊びなさい。硬い雪玉。おお、面白いな。大雪玉いる。面白いけどね。行くわよ。なんと楽しいんだ。よーほーほー。いやー、これ贈り物めちゃくちゃ贈られてますね。死ぬそこで出くわすのなんだ。
やばい、ルールをちゃんと把握してなかったですね。まさかプリーストがやっぱり箱開けっていうか、こう物を切ることに関しては随一の能力を持ってますよね。何か珍しいもの。やべえ、56のスタッツ、イエー、心変わりさせた。あ、心変わり、イエー、迷う、ヴァレン、イエー、思念ダッシュ、イエー。それ弱いのしかないですから安心してください。贈り物、イエー、ヨーホーホー、よし、行け。マジで弱いな84。中からネルビアン出てきてもホゲーって感じですよね。アンドブラック何持ってかれたんだろう。すいません、今ろくなもんないんですよね。あー強っ、ベレンバクスター。そして9コストだと二度と出すことができないというね。あいた、これは諦めますか。相手の音搾取でしたね。そしてここから贈り物連打ですから、このデッキは確かに素晴らしいですね。プリーストか、プリースト使いなのに信じてあげられませんでしたね。前のめりに行けば勝てると思ったんですが、あの混乱すごかったな。混乱ね、いやあれなんか、そうか、断末魔ですもんね。だから敵の陣地にやろうが味方の陣地にやろうが、当時さえの贈り物は割れて全部自分のものになると。おすすめです、混乱ね。じゃあちょっとパック開けていきましょうか。ヨーホーホー、ベレン来い、ベレン来い、ベレン来い、レアオーマイサイコパワー。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。